ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。そしてあ、こんにちは、藤田さんです。それでは今日の質問です。はじめまして、私は IT ベンチャー企業で働いている23歳です。今回の質問は、1年間でウェブサービスを作り、メガベンチャーに最低2000万円以上でバイアウトしようと考えた場合、今であればどのようなサービスを作るべきだと思いますか？また、仮にキュレーションメディアを作ると絞った場合は、どのような切り口がいいと思いますか？はい、ファインドトラベルは、DNA に1年間でバイアウトするために計画を立てて動いていたとお聞きしていたのと、職場で私自身キュレーションメディアを運営しているため、仮にキュレーションメディアだとした際の質問もさせていただきますといただきました。はい、はい、ということで今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日のゲストは藤田進さんです。ちょっと腹立つでしょ、はい、こういう質問。いや、そうだね腹立つでしょ、うん、そう、これ採用面接でこんなやつ来たらどうする。まあ帰らせますね帰らせるんですか。最低2000万円以上って安すぎだよね。2000万円、2000万円で買収しようなんてアホらしくて考えないもんな逆に僕の答えから先に答え読みましょうね。いきたいと思います、それはあなたが得意とする分野のウェブサービスなりキュレーションメディアがいいでしょう。また PV やユーザーを増やすためにグロースハックは成功しているサイトがやっていることを徹底的にトレースしましょう、まあ、ダメな質問だからまた適当に答えちゃいましたけど出た、結果そのパターンだったんですね。そうですね、ちょっとイラッとする、こういう質問されると。どっちかというと自分たちがもっと早くやっていかなきゃいけなかったのに、出遅れたからベンチャーを買おうみたいな発想が多いじゃないですか。そう、この人はもうその出遅れてるよね、キュレーションメディアを DNA が買ったから我々も DNA みたいなんじゃなくて、売るまで1年後に必要となりそうなものを先回りして作っとくみたいな感じにやっとかないと、まあ、売れないでしょうね。お二人的にこう1年後とか見越してサービスってさっきおっしゃってましたけど、って考えると何、どういうのなんですか。ちょっと分かんないけどなんかバイアウトがうまい人っていうのは一回売ってからまた売ったりするんですよ。なんとか起業家っていうじゃないですか、なんだっけ、シリアルアントレプレナー、シリアルアントレプレナー、はい、そういう人で日本で成功してる人は大体海外でちょっと話題になってるやつをいち早く見つけてきて、もうさっとやって作っちゃうんですよ、数人で。それ1年後ぐらいに大きな、まあ、ネット企業がちょっと出遅れたって時にその初速つけるために買収したりするんだよね、特にメガベンチャーとか言ってくる日本のネット企業のでかいとこってなんかもう何個かに集約されてくじゃない、てるじゃないですか、なんか、まあ、うちみたいな会社がいろいろやっちゃうから、そういうところに集中していくんで、まあ、それは非難されることもあるけど、その状況だということで割り切って考えると、そういう会社が多分出遅れるから早めに作って売ろうみたいなのは、なんかいい発想な気がする。ということで本日はここまでということで、はい、はい、芝居の告知、あ、芝居ありがとうございます。11月11日から15日ですね、Kフロントさんのロストインアジアという作品に出演します。ぜひぜひ見に来てください。人生初めて超悪悪役やりますのでよろしくお願いします。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。